はい、どうも皆さんこんにちは、ネムです。今回からですね、アウターワイルドというゲームを遊んでいきたいと思います。こちらのゲームね、宇宙を、舞台にした、オープンワールドサバイバルゲームということで、サブノーティカっていうね、まあ海の中でサバイバルをするゲームを前実況したんですけど、あれの宇宙バージョンみたいな感じらしいです。まあ私もね、今まで、食人族が住む島、海中、あとはなんだ、雪に覆われた世界といろいろまあサバイバルしてきたわけなんですけど、宇宙を舞台にということで、いよいよ宇宙まで来たかっていう感じでね、やっていきたいなと思います。そのわけで新しい探検ポチお、今回もね、完全初見プレイでやっていきたいと思います。お、起きる。あ、なんだなんだ、なんか宇宙戦争が、宇宙戦争勃発してない？あ、動かせる。え？あれ何？あれ何？宇宙戦争勃発してたよね、今ね。お？お、誰かいる。こんにちは！ちょっと話を。あ、話しかけるスレート。パイロットが来た星空の下で打ち上げ前キャンプは終わったんだな。おー、なんかすごい。なんだろう。スターウォーズ感がちょっとあるね、このキャラクターの感じ。で、今日が打ち上げか。お前が宇宙プログラムに参加したのが昨日のことのように思えるのに、もうここにいて最初の単独飛行に出ようとしてるとはな。どうなんだ、この美しき大地を離れる準備はできたか。燃料も入れたし、いつでも出発できるぞ。準備 OK だ。張り切ってるより何よりだ。だが覚えておけ。もしあの探査艇を壊したらもう新しいのは作ってやれない。私は軽量の再突入級アルミ合金でできてるわけじゃないからな。お、ロボットじゃないからなって意味かな。とにかく観測所のホーンフェルスから発射コードを手に入れないと打ち上げはできない。皆に別れを告げるとか、用事を全部済ませたらコードを持って戻ってこい。なるほど。ということで、その方に、コードをもらいに行かなければいけないということで、ちょっと感度が高いな。さあ、グラフィック。僕はね、なんかこう、リアル寄りというか、まあアニメーション、まあトゥーンレンダリングみたいな。まあゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド、何、あ、BGM が鳴り始めた。さあさあさあ、とりあえずその発射コードってやつを、お、要求する。要求するとは書いてあるけど、あ、なるほどね。これ要求したら、ロケット発射できるってことだ。ってことで、とりあえずその、発射コードをくれる人のところに行かないと。ジャンプする。ほい！スペースを長押しして離す。全然飛び越えれないんだけど、これ。ほい！よしよしよし。あ、重力が若干、こうなんだろう。地球よりは少ないのかな、重力。水平移動。おーおーおー、ちょっと待って、ちょっと待って。え？壊れた？え、どうなった？あ、まだ動いてる動いてる。まだ動ける。めっちゃむずいんだけど、これ。ちょ、リセットしよう。よし。とりあえずこれで練習しろってことかな。上昇は、L、これか。よしよしよし。上昇して、これで前に行く。あー、なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。眩しい。太陽眩しい。おー、なんだこれなんだこれ。なんか Y ボタンを押したらなんか出てきたんだけど、これなんだ？これ何？え？なになに？これ何？ズームイン。おー、すごい。ほう。これでなんかこう、電波を発してるものを探索できるのかな？人がどこにいるのかみたいな感じか？いや、そういうわけでもないな。さあ、とりあえずね、今やることは、発射コードを手に入れるってことなんで、ちょっとどこにいるんだろう。ここっぽいな。なんかここっぽいね。ここかな、多分。軌道からのハガキ。ほう。衛星カメラを使う。なんだこれ。お。このプロジェクターは、機能、路辺の周回軌道上のスカイシャッター、衛星に繋がっています。ほう。衛星には2台のカメラが搭載されています。村のスナップショットを撮ってみましょう。ほう。前方スナップショット。お。すごい。後方。ほう。なるほど。この衛星がずーっとぐるぐる回ってるんだね。あれかな、多分。
あれ飛んでるやつか。うん、おそらくそうですね。ほう、すごいね。さあ、村のだいぶ高いところに来たんですけど、一体どこにいるんだろう、発射コードの人は。発射コードの人どこにいるんだろう。これかな、あのでかい建物。なんかああいうところにいそうだよね。お、これなんだ、偵察機ランチャーを使う。お、ランチャーで狙う。偵察機を発射する。ポチッ。え、これ何これ何、スナップショット撮る。あー、どういうことだろう。どういうことだろう。お、これで回収して、じゃあ次こっちに撃つ。ポイッ。あー、なるほどね。これでこう偵察機が通っている場所の写真を撮れるんだ。なるほどなるほど。まあこういうことですね。こう木、この向こう側に何があるかっていうのをこの偵察機で写真を撮りつつ調べることができると。ほうほう、なるほど、面白いね。さあ、この村長の家みたいな、こういうところにいそうだけどな。こんにちは。お、美術館か何かかな。話しかける春。どうやらここは美術館というか、なんだろう、展望台？マップを表示。おー、すごいすごいすごい。なにこれ？え？侵入者っているけど、侵入者いるけど、大丈夫？巨人の大会、砂時計の双子星。この真ん中が太陽ってことかな？うん。でもこのまま行くと、侵入者太陽にぶち当たるな。ぶち当た、ギリギリ。え、でもそこまで近づいたらもう終わりだよね、これね。パンスル？パンスルってなんだろう？あ、なるほどなるほど。こうやっていろいろいけるんだ。発射コード手に入れましたね。左下になんか、展示みたいな書いてあるけど。これが発射コードってことかな？よーし、じゃあ宇宙へ旅立とうか。ちょっとね、この村もいろんな人に話しかけられるのでだいぶ、え？なになに？おー、なんだ？なんだ？記憶？記憶が、あれ？さっきまでこう、動かしていた記憶がなんか、こいつに吸い取られてる。え？あれ？え、どういうこと？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 数千年前にこの星、星系に居住していた古代種族、ノマイによって作られたものである。ほう。ノマイの姿を私たちに示してくれている。この生き物はノマイっていうやつ、なんだね。なんか鹿みたいな感じだけど。なんだろう、今のなんだろう、セーブかな？セーブ？セーブああいう感じなのかな、もしかしたら。さあ、とりあえず発射コードね、手に入れたんで、もう早速宇宙へ飛び立っちゃおうか。飛び立っちゃおう。さあ、やってきました。よし。では、ちょっと最後にもう一回このスレートに話しかけて、出発の準備はできてるようだな。打ち上げの興奮は何者にも変え難いが、新しい探査艇の作業に戻るのが待ちきれない。自動操縦の回避システムを調整してるところでね。ほう、あー、すまん。どれ、じゃあ、行きますか。これで果たして、出発できるのか。発射コードを入力。おー、お、来ました。お、これか。あれ、でかいな。さっきのちっちゃいのは、これをちっちゃくしたバージョンってことかな。よし、じゃあここに。おー、あ、え、あ、こういう感じ？すごい、宇宙服を着る。はっ。おー、宇宙服を戻す。すごいね。なんかいいな、この作業部屋って感じ。ここになんかいろいろ、救急キットとかあるね、ファーストエイド。さあさあ、ここが運転席で、こっちは？これなんだろう。これなんだ？これが原動力なのかな？この宇宙船の。で、これは？航行記録を見る。ほう。今んとこ、なんもないな。うん。まあ、行ったらここにいろいろ追加されるっていう感じかな。なるほど、なるほど。さあ、これでじゃあ、どうすればいいんだ？シートベルトを締める。よし！これで、左のシフト長押しで、発進！
おお上がってる上がってる上がってる。おおー、すごい。すごいぞ、これは。え、あ、ちゃんと星が丸い。う、なんか、墜落したような跡があるね。あそこも行けるのかな、もしかしたら。さあ、とりあえず、じゃあ、どこに行こう。太陽はダメでしょ。侵入者。とりあえず、じゃあ、どこに行ったらいいんだろうね。一番近いところに、最初行きたい気もするけど。じゃあ、あそこ、その辺でいいか。その辺行こう。ロックオン。脆い空洞。よし。向かってます。スペース長押しで速度同調。お。X で自動操縦開始。なるほど。おー、これで自動で、加速してるんだ。なるほど、なるほど。10キロ、近いね。すげえ近い、この世界、星と星の感覚が。さあ、やってきました。逆進ロケットに点火する。さあ、C で着陸モード。お。どうしたらいいんだ。コントロールで下に下がる。オッケー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 。さあ、じゃあ、この辺適当に危ない、ちょっと待って。激突したけど。あ、え、これでいいの？おー、なんか、落ちてね。落ちてない？なんか。大丈夫これ。探査艇よ。ちょっと待って、何？あれ？どうなった？え？あ、なんか戻ってきた？え？どういうこと？ちょっと待って、とりあえず、なんか壊れちゃったっぽいんで、若干。シートベルトを外して、探査艇を出て修理って書いてあるね。着陸装置が損傷したと。なるほど。じゃあちょっと宇宙服着て。あ、ここで船の状態がわかるね。この赤くなってるところが壊れたところって感じかな。さあ、じゃあちょっと、外に出て、うわー怖い。ちょっと待って。置いていかれてない？これ。置いていかれてるな。どうしよう。置いていかれてんだけど。待って。置いていかれてる。どうしたらいい？これ。どうしたらいい？これ。置いていかれてんだけど。待って、重力。上に上がってる？これ。あー、よし。上がってる。焦ったー。待って、なんか。何？やばいな、なんだこれ。ちょっと待って。何この世界。ちょっと、やばい。船に戻ろう。ちょっと待って。あ、船に戻る前に、待って。いや、戻ろう。もう戻ろう。ちょっと脱出しよう。これ。これ脱出しよう。やばいな、この惑星。うわ、何？トルネードだ。ここに巻き込まれたら終わる気がする。ちょっと。ゲームオーバーな気がする。脱出して。あーしゃ。危ねえ。危ないぞ。とりあえずどっかの惑星に着陸して今回終わりたいな。さあ、闇の茨侵入。お。侵入したこれ。何？なんか。赤い点と白い点があるけど、これ何？何も見えへんねん、これ。何も見えへん。とりあえず、赤点はちょっと危ない気がすんな。白点？何？ちょっと待って。やばい。無理。ちょっと待って。無理。はぁ、あ、何？え？これ何？何これ？おー、あ。あれかな？さっき記憶を取った石像のなんか同じ光が出てるけど。んー、なんだこれ。これ記憶を取ったところまで戻るってことか？はっ、こっから？待って。こっからなんだ、そして。え？あ、でも発射コード手に入れてるな。これすぐ、え？もう観測所で手に入れてきただろ？どうやってここに戻ればいい？もう離症したんじゃなかったっけ？まあ、私は今死んでたのか。
お。ああ、なるほどね。主人公自身もなぜここに戻ってきたかわからないと。知らないうちに思ったより煙を吸い込んでたに違いない。あれは精神に影響を及ぼすんだ。コードを持ってるならもう止める理由はない。気をつけててな。気をつけてな。探査艇を頼むよ。ほう。ということで、あの石像に記憶を見てもらうというか、保存してもらうことによってセーブになるみたいな感じかな。はい。ということで、アウターワイルドパート1はここまでにしたいなと思います。ちょっとやった感じだとすごい難しいね。宇宙に出た後のこの、気空艇飛行艇の操縦がかなり難しくて、ちょっと、で、目的もね、特にないみたいな感じなんですよ。どこの島に行けとかっていう、そういうクエストみたいな感じのものもないので、とりあえず行きたい島に行って探索して、情報を集めるっていう感じかな。そのわけでアウターワイルドパート1はここまでにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。